お化けについて。街で何度も怖い思いをしました。私はこれからあと何回怖い思いをするのかな。今までの怖いよりももっと怖いのかな。でもお姉ちゃんが死んじゃうことは何よりも怖いと思います。丸。さて進めるか。相変わらず両親はガン無視なんだな。お姉ちゃんいなくなってんだよ。お外へ行く？うん、行ってきまーす。さあ地図を確認だ。とりあえず商店街が終わった。あと工場しか残ってないもんな。つまり工場と、行けなかったこっちの奥か。工場向かいますか。あ、イベントが。おん、食べられちゃった。食べちゃうぞ食べちゃうぞ。どこだよここ。何か物音が。どっか閉じ込められたのかな。調べる。おう、普通に開いた。どこだここ。風の音がする。ここどこ。出口を探さなきゃ。ん、工場っぽいなこれ。開かない。多分この隙間から入れそうだけど。おお、びっくりした。っていうかお前霊などに当たるんだ。やっぱ工場の奥だ。なんでこんなとこ連れてこられたんだろう。どうやら今回はここから脱出するのが目的のようだ。まあまずは探索から。うわ普通にいっぱい多いな。普通にいっぱいいるんだよな。画面端まで来たかな。入れないのか工場の中には。これより工場に潜入を開始する。はてな。ショータイムだ。アイテム、あれ取れねえ。行けよそれぐらい。アイテム見えてるじゃないか。往復前進だ養生。こことかさ。あ、敵が多いわさすがに。一度引き返そう。死んだらここからかな。大きなコンテナだ。中に入って隠れられるかも。ガチョン、閉じ込められたか。つまりコンテナに隠れる時が来そうな感じもする。さっきのルートだよな。お、はてな。何か何かないのか。あった。なあに。布の切れ端。行き止まりです。この辺もハテナ出るんだけどな。なんかないのかな。ん、何にも出ないな。お、敵かな。敵だなこいつ。
鍵おん。敵いた。まあここだよね。なんか鍵手に入れたぞ。塩ってここのキーアイテムだったんだ。こっちのアイテムかな。布の切れ端、アニメのキャラクターが書いてあったらしい。豪快に破れている。これが鍵付きの日記か。開けるための番号を知らない。多分ずっと鍵はかかったまま。役立たねえなおい。あ、入り口だ。とりあえず探索をしてしまわないと何とも言えないところ。お、アイテム10円玉じゃないか。こいつをおびき寄せるんだな。いいよ。じゃああれか、火じゃねえか。石かな。パズルのかけら17。工場の音がずっとうんうんなっている。さっき死んだのここかな。だな。地図チェック。ここは奥に行けるじゃないか。あんま高いところは危ないよ。屋根に登ったのかな。潜入成功だ。ムービーだなこれ。バーカバーカ。落ちちゃったよ。物理的に壊れちゃったけどいいのかな。さすがにここがセーブポイントになっているだろう。飛び降りるのかな。そんなことはない。お、はっそれダメだって。それあかんよ。こいつを巻いて後ろに行くべきなのか。もう一回だけ行ってみよう。光を当てなきゃ出てこない。平行移動だ。あれ2回目出てこない。なんでさっき出てきたんだよ。まあ何にもないことが確認できたからよしとしよう。お、はてな。あいて。避けたクレヨンのメモ。クレヨンのメモ多いよね。クレヨンのメモをチェックしよう。これが青いクレヨン。避けたクレヨン。これが手のようなお化けはトンネルへ行くほど増えるみたい。この先は破られている。手のようなお化けって何。星くん、あいつ一番強いんだけど、見つかった時点で死亡確定な上に逃げ方がわからんという。アイテム、工場の新聞読めるかな。この工場で動いている頃の記事が書かれている。この工場が鉄を作っている。写真が載ってる。そうか、鉄作ってんのか。
れる場所あるな。先に上に行ってみよう。心音が。何かいるわ。なんかいる。いすぎだよ。なんだよこれ。いすぎだろ。これは脱出の時に使うのかな。どっちにせよいすぎだよ。あとにするか。こっちはちょっと奥から見えてたアイテムもあるしね。まず先にこっちに行こう。ここに隠れることをね、ちょっと考えておこう。お、アイテム。イベントだー。まあ分かりやすいね。はいはい、余裕です。どっか行っちゃった。先にこっち行こうかな。多分通れなかったの看板の後ろのアイテムが回収できる気が。普通に敵がないのかな。ふう、ほら、よしよし。この辺いっぱいアイテムあったよね。あれ、この辺いっぱいアイテム映ってたと思う。全然なくなってる。おかしいな。すごいいっぱいアイテムあった覚えがあるんだけど、まあしょうがない、ないものはない。幼獣走る、バテる、スタミナ回復、そしてまた走る。一回だけ行ってみるか。勝てんな。今のハテナはこのハテナか。いけない。ここ隠れるとこだよな。いるいる、雑魚だな。こいつらって光に誘導されるの、もしかして。そういうわけでもない。ちょっとこの辺に2個ぐらいアイテムあったはずなんだけどな。こっち行ける。アイテム、鉄のパイプ、これで殴ればいいんじゃないか。僕はそう思うな。痛い。もう一個バットマーク出てたんだけど、ちょっとね、戻しポイントが遠いんだよ。鉄パイプ、これを使えばお化けを倒せるかも。振り回せない。お化けは物理で叩こうっていうことか。仕方ない、ちゃんとイベントをこなそう。走れるようにスタミナを確保して、アイテムだ。あれ、起きなかった。子供のサンダル。お姉ちゃんのじゃないんだね。これか。
小さなピンクの子供用サンダル。踏むと間抜けな音がする。あるある。パフ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 っていうあれだ。つまりこの後はどうにかしろってことか。さっきの上のルートを行くのも正しいのかもしれないな。ここ入れねえぞ。もう一個ここバットマークあったんだよな。もう一個あったよな。探してるアイテムとかありますか？なんかいる、なんかいる。看板がアイテムの判断するのにすごい邪魔なんだよ。間違えたらどうするって。アイテム10円玉だ。ここお地蔵さんがないからな。あんまり10円玉が役に立ってくれない。あ、ここか。場所が違うかったんで。10円と10円しか落ちてない。こんなに落ちてるんだったらもっと使えばよかった。節約のために結構セーブして。あー、また隠れるやつある。先上行くか。この辺でお地蔵さんがね、正直欲しい。来てる。ああ、もうこれは絶対罠じゃないか。やめておこう。こっち行こう、こっち。またここに隠れるんだぞ。よし。落ち着け、落ち着け。まだ焦るような時間じゃない。あそこに逃げ帰る。おお、そっち？こんなアイテム取るに決まってんじゃん。どこだ？まあここだよな。さっき手に入れたのは絵本。これか。ベッドの下に住むお化けのお話。絵本の表紙でお化けと女の子が仲良く笑っている。仲いいのね。さあ、さっきのとこまでもう一度行くか、この左上を行ってみるか。ふう。二回目出ないからな、あいつ。無駄か。となると、あそこの上か、左上か。多分これはここのハテナだろうから。で、ここはアイテムがあったとこだな。よし。来てる来てる来てる。
よし、イベント。ここだ。ふう。よかった、隠れる場所発見。イベントとは関係ないやつにやられそうで怖いんだよな。ふう。こっちだ。あ、セーブポイント。やった。うん。でもワープができない。これセーブしない方が良かったんじゃないのか、もしかして。こんなとこにセーブされる方がきついんじゃないか。こっち来ちゃってるし、こいつ。お、通れます。帰れ、お前は帰れ。こいつ帰ってくれないやつだ。ずっとついてくるんだけど、ストーカーはやめてもらいたい。スタミナ回復したら一気に、よし、負けたろ、いい加減。まだ来てる。このストーカープリパねえな。やっと負けた。どれだけ私のことが好きなの？隠れる場所をチェックしてるんだけどないんだよな。ガチ逃げ。逃げれた。どうやら逃げれたようではある。もう一回行くしかないのかな。ストーカーさんが普通に邪魔すぎて困んだよな、こいつ。もうほんと嫌なんだけどこいつ。負けた。よし、鍵かかっているみたい。取った覚えないな。これあれだな、この鍵見つけなきゃダメなんだ。となるとあれだな、デスルーラーだな。よ、あれ、よしよし。お地蔵さんからやり直せるから、ちょっとこれしんどいぞ。10円玉回収。このストーカーにはついてこられないようにしよう。これ近寄らなきゃいいだけみたいだし。はい、そんな感じで無事帰ってきた。あそこの鍵を見つけないとどうしようもないようだ。まあまだ行ってない場所はあるからね、先に行っときゃよかったっていう。はい、こっちの上ルートを行けばきっと鍵があるという。おそらくね、ない時もあるけど。さあ、
行きますか。あったあった、普通にあるじゃん。え、パズルのかけらだった。鍵の方が良かったな。ちょっと遠いんだよな、ここ。パズルのかけら今どんな感じ。多分20までだからね、もうちょいんだよな。遠いんだよな。さあ、ここだ。セーブポイントが近いうちにこっち来ときゃよかったぜ。こっち、また来た。かわした。え、今度こそ。いたわ、そこ。ここにいたわ。いたいた。上行ってからこうだな。で、これでイベントのやつ来たけど、右に行く。こっちだな。こっち行ってみるか。抜けた。石一個。マジで。隠れれる場所見つけないとあいつからは逃げられないだろう。脇道に逃げれる？ないよな。こうで、川。まっ。今だ。行けれない。今だ。行け。よし。よー。なんか誰か倒れてる。イベント進め。うっそだろ、もう本当マジかよ。こっちに逃げて、でもいっぺんこっちに誘導して、よし。で、当分来ないからそこにいるんだよな。大外回りで行く。子供が倒れてる。アイテムがある。錆びた小さい鍵、よし、これだな。鍵は、で、こっちの奥には何にもない。で、この子供を調べたら OK かな。そこに敵置いとかなくていいだろう。そもそもこの子供は調べられないんだと。まさかの子供、子供無視。完全無視じゃねえか。
子供を10分以上照らしたトロフィーとかないかな。そんなものはない。ああ、ここに敵を置いてるのがイラッとするな。抜けたって思ったらこれで死んだ。帰ろ。ふう。よし。やっと鍵も手に入れたし。これでこの先に進めるかな。キーアイテムは残り1つ。あ、2つか。こっちもあったな。鍵が開いた。脱出なるか。どっちだ。左に歩き出したってことは俺右に行っちゃうよね。うわ、パズルのかけら18。ある意味正解だったな。こっちから、いい、でこっちから行くの。そこ敵いたよな。スルーできんのかな。は、いけた。普通に一周できちゃって。で左奥、よし、アイテム正門の鍵、これで帰れる。え、帰れるの。戻れなくなってるよね。なんか屋上のとこを歩いてたら戻れなくなってた気がするんだけど、これで帰れるのか。ですよねー。さあ逃げよう。ここからだ。走るしかないよね、こんなの。かわせた。どうやらやつはそのまま落ちてしまったようだ。あ、刺さってる。ジョジョ一部。割とこの世界のお化けたちには物理攻撃が効くんだよな。本当に鉄パイプあったら倒せたんじゃ。あ、なんか通り過ぎた。アイテムだ。一体何が。おう、わけのわからん生物が駆け抜けていった。調べる。古いよ、お守り。これはお姉ちゃんのお守り。お姉ちゃん、そして正門の鍵を使って、はい、すげえ、ガラ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 って。セーブしますか。牛蜜時、もう夜も更けたな。セーブしますか。うん、
セーブ完了。